飲めてない飲めてない飲めてない。いや最近インスタの方に力入れてるんで結構。あれそういえばでもなその 来月出たるじゃないですか、うん、道具何がいるんです。これ多分マリオとかやな。まあそうそう昔ないんだろう。あるんですかね。ちょっと僕見てきてもいいです、うん、ちょっと見てきますよ。あれな どういうのがいいです。メガネとかそういう。あそうそうそう。あ、うん、多分あるんですよね。セットであるんですもんね。はい、じゃあですね白井さん、ちょっとまあ道具を探すふりしてちょっとあの社長の部屋に来ましたわ。まあ今回もちょっと社長泣かしてありますわ。伊達君も共謀の上でやりますんで、ちょっと今からちょっと伊達君も行きたいと思います。あれ伊達君、ちょっとこれ道具ってこれでいいんですか。ちょっといいですか見てもらって。じゃあ伊達君行きますよ。見といてください。結構揃ってますね。どんなもいるんかなと思ってですね。道具が道具ですよこれが。んあ、こっちです。道具ですよ。今日企画なんですよ。ちょっとバスんで今日企画でですね、あの YouTube の企画で社長のお金を勝手に使ってみたって前回伸びたんですよ。で今回社長のお金勝手に使おうかなと思ってカバンして置いてあるじゃないですか、うん、で社長の金使ったのかなって、うん、結構だって財布パンパンですもんね。いつも2、30円入ってるんですよ絶対。こんなんで1000円だよ。1000円ってなんか1000円っす、うん、1000円しかないっすよ。とりあえずな、とりあえずは1000円しかない。だけど財布いつもいっぱいあるよ。あのハゲ社長ってマジで赤カードなんでまた1000円と5万件入ってるわ。万件マジ4万2000 4万2000多分誰も持ってる。誰も持ってる。あとこれほら来て100万円出ました100万円出ました。全員行きましょうか。これやっぱあるある会社の金これは100万。いやこれでもさ俺も分かるんだけど支払いの金だろ。知らないのか。使おう。ちょっとね、作ってくれ。とりあえずそれはストックしましょう。それはストックして、あと何があるっす。また一つ出てきた、また一つ出てきた。待ってます、こっち、待ってます。じゃあ、開けてください。行かなくて。いや、じゃあ、もう。書いてあるもん。なんとかくん、なんちゃらなんちゃらって書いてあるもん。開けます。開けましょう、開けましょう。いかないか、いかない。開けます。いや、30万って書いてある。30万っす。これで130万あるね。ちょっと待って、こっちお前にやるわ。じゃあ、やるわ、僕は全部。こっち俺もらうから。いや、僕、それ本当にもらったら横領になるんで、それは。こっちもらうんでいい。お前どっちやるか。いや、じゃあ、もらったら横領になるんで、さすがに。それは買って経費使いましょうよ。あと、ちょっと何、なんかないっす。金目のものするぐらいしかない。134万円なんで。使い残し。いや、じゃあ、あれ、いけるわ。いけるっすね。全然いけるわ。飯食ってきます。また出ましょうか。はい。連絡したな。じゃあ、またよろしく。はい、お願いします。モンクレ、ビトン。まあ、あとはどこだろうな。まあ、あとそれで余力があったら時計見に行きますわ。時計。T シャツですよ。この100万円ぐらいか。100万円。同じやつだ。同じやつ。で、人数制限ありますね。今この時期だもんね。買ってましたね。しかも同じような T シャツ3枚まだ全然使えんかったですね。モンクレで10万円しか使えんかったんで、今で10万円で残りがあと124万円、うん、次はちょっと使えるとこ行ってみたいと思いますね。ビトンですね。買いました。買いました。だいぶ買ったな。だいぶ買ったよ。これ金額いっていいんかな。だからちょっとびっくりすると思うんですけど、多分ザクッと40万円ザクッと40万円2つ合わせて50万これはいいもん買いすぎたな。でもないいもん買いすぎたっすね。いいもん買いすぎたな。半分以上使えんかったな。そうって考えたら使えんかったっすね。134万134万っす。
あったのに50万円しか使ってない。まあでもまあ時間もあったんで僕ら、まあまあ、今回確かに。でも切れたら切れたらどうします。まあちょっと本当にお願いします。切れたら切れへんじゃん、こっちも別に切れたら切れへん、切れたら切れへん、切れたら切れへん。これ3つあるうちで1個あ太いやつがあるんですよね、うん、1個、まあ、それあれだよ、だからこの季節に この季節に取っておきなあ、そっちから行きましょうか。こっちから行こう。ほなね、10万これな来ます。こんなこプレゼントって、まあ、あの人モンクレー好きですもんね、うん、こんなん3枚買って、うん、え、なんなら多分これ持ってますからね、あの人白、全く同じ白。最悪もらうわ、俺もらうわこれ多分ユニクロでも分からんっすよ、多分分からんな、ユニクロでも分からんっすよ、分からん、なんでこんなにしたじゃあ開けますよ。しっかり黒とか書いてあるっすね。生地がさ、すげえいいもんな、全然違うわ、ね、モンクレールにすごい、これ選んだやつだね、これそう、これで、あとで、はい、俺はこうやって日本の落書きでもしようかなって考えて、日本の落書き こっちが10万っすよね、これ10万で、こっちが8万ぐらい、そうこれ10万だよ、これもう安いもんすよこれ。さあ、これで、はい、切れさせようか。いや、それじゃないっすって、とっておきのやつありますから。それはだからさ、もうお前が着てた方が面白くない。あ、どんなのを買ったかって今多分相当気になってるわけはい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 、とりあえず今、事務所着いたで、また一回連絡入れるわ。うん、ういーい、やっとん、またやっとん、お前。え、やっとん、お前。何をいたずらしたお前は。前何？あ、いいです、座ってください、とりあえず。面白い企画だろ。いや、そっち座ってください、そっち座ってください。いや、手が届くところがいいだろ。めちゃめちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですよ。何それ？はい。何それ？あ、見て分かったっす。さすが社長っす。お前さ、お目が高いっすね。お目が高いっすね。お前らまさかさ、まあ、変な疑うのよなんだけど。はい。何を？おろかまから130万抜いた？え？封筒のやつ。130万入った？いや。あるんだよ！お前らな、あれあれ。じゃあ俺今日これ持ってくのに出かけたのに。これお前がり現場も行ってよ、こいつ。ああ、こいつまあ名前動画だもんね、言えんけど、これ30万を持ってきたんだけど、ないんだわ現場行ったら、いや、社長、ああって言って前借りしたいって言ったら、30万持ってたのよ。でも支払いの客だよ、お前なんで千円札が入っておんだ、これいや、なんか千円札入ってましたよ、元々弁償だぞ、お前前付けだぞ、だってお前俺今日一日パーだぞ、お前ちゃんと選んできたっすよ。ちゃんと選んでよ、何買っていいだろう、これじゃん、これちゃんと行ったんだよ、お前これ行きましょう、これいくらかしてます？暮らしたの？これぐらいじゃない？20万。20万。これ20万。これで20万。うせえ。これ20万。ほかお前。こいついいやそれは。いやこれでもめっちゃ一目惚れしたっす。一目惚れじゃない。違う。俺さ、もう一瞬で脳が動いたよ。お前のサイズで買ってきて、俺着れんやん。しかもまあまあ、まあ、そんな派手なやつ、俺着れんだろう俺。まあまあってね、人のか。じゃあお前絶対金払えよ。じゃあ見てください。何買っとるやん。何買った？はい、何が？ちょっと待って、やぶら、こんなの上にあぶったらやろ、クソガキだわ、これは本当は動画でもやっていいことと言わんことあるやろ、こんなもんしっかりやろ、俺は金なんか一円も払えるわけねえだろ、これ絶対俺払わんぞ、お前なんで入ってんやん、これもう中身とか知らんがな、知らんがやろ、知らん。バラ、ほんとボケかすったな。お前も一緒についてたんか。こいつも行ったっすよ。一緒に来た。すいません、すいません。お前も一緒に来たろ、お前。モンゴルカメラマン。ちょっと言葉があんまり通じんけど。いくら使ったのかで、見てください、ほら、50万。は?50万。は?50万。いくら?50万。50万。それ、行くわな、お前。いくら?20万。何かお前らの企画でお前社長これ見覚えないですか？これ持ってないですか？持っとるやん。同じもん見たの？新品また買ったって。そうそうでしょ。持っていいやろ。知らんそのビビ破ったろお前。モンクレは俺のサイズで一応買ってきた。ビトンはビトン僕のサイズ。ふざけんなお前ら。払えよ。ビトン僕のサイズなんで。うわぁ着てみたら。着てみてくださいよ。ちょっと蒸れてますけど。うわっつ、ずっと着とったのこれ。
や、続きましょう。ちょ、もうどこまで行く。あ、社長似合うっすね。そう、お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。20万はいらん、マジいらん。いいっすよね、めっちゃいいっすよね。そんな俺が来たら、ただのなんかあぽっちゃりが着ると、違う違う違う、ぽっちゃりのちんちくりんが着るとなんかヤツさんみたいな。交換の中でやろう。いいっすね、いいっすね、いいっすね。ゴルグラブって人投げてそうだろ。レッツアルトレンジー。まあ、それシチに入れたらいい。はい、お前の時計シチに入れたら、いや、まずいっすね。40万ぐらい。さすがにまずいっすね。まずいっすね。ダメだ、まずい。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。もう絶対持って帰らないよ。まあ、ちょっと打ち合わせだ、エンディングにしよう。いや、そんなんだけど。はい、また見てねー。せーの、まあ、箱なんかこんだけビリビリされてな、キムズ挟むぜよ。ちょ、お前やけや。人のカバンから金130万持ってってな。じゃ、持ってったはいいやろ、最悪な。な、俺今日1日パーだぞ。いや、でもキムズ挟むんすよ。これも買ってもらわないかんすよね。買ってもらうぞ。いや、もしあれだったら僕らは。いやいや、俺のニット払う。じゃあ俺ら買い物に行ったら1日20万、まあ月2000万だもんで。あ、ミッドです。月2000万だ、月1日50万だ、これミッドで、あ、ミッド、ミッド、ちょうどある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 。ぐしゃぐしゃ、このぐしゃ、知らんなこと、お前ら、あんなこと、お前ら、視聴者の皆さん、どっちが悪い、俺が悪いのか、こいつらが悪いのか。 100% 社長が悪いでしょ。そうですよね。このぐしゃ、それでいいんだけど、企画だね、やってたのことはいいよって言ったんだけど、はい、まあ、これはお前やりすぎだよ。違う、俺分かってるもん、お前がやりすぎだよ、分かってるんだよ。あの、チャンネル登録でいいんで、ぜひよろしくお願いします。あの、インスタの方もやってますんで、あの、ぜひあのもうあと5分で打ち合わせない、はい、喋れ。小林監督と、あと、ゆだくんもやってまして。あ、インスタか。インスタで、僕らインスタ写真撮ったの。はい、社長、最後の、はい、いきましょうか。また見てね。すねたです。どうやって締めようか。小学生じゃないですか。小学生、お前らのね。小学生と、お前らやで、小学生やで。お前、俺も小学生じゃない。だってお前、だって今日お前、お客さんとこ行ってもお前、現場でお前、前借り持ってってお前、嘘ついてるみたいな。えっ、ちょろん、会社持ってきたかなと思って。疑ってなかったけど、まさかと思ってるよね。今日一日のやつが相場通りに出てきたもんな。でも今日使い切れんかったらすいません。使い切れんかったら、お前130万使ったら、これカメラバキバキ回っとる。カメラごとバーンって、クリエーイって、下巻きまくってるぞ。クリエーイって、お前130万使ったら、さすがに俺もう笑えるところじゃねえよ。